こんにちは、今日はですね、ここは今さゆの森カントリークラブに来てます。一人予約の、午前スルーが終わって、これから帰るところでございます。でこれ多分スマホが暑くなって多分途中でダウンしちゃうと思うんで、まあダウンしちゃうだろうな、ダウンしたらごめんなさいっていう感じで、やっていきたいと思います。あ、セベケンのラジオ聞いてもよかったな。聞きますか。撮っちゃってるわ、今動画撮っちゃってる方で、最近のラジオをやってくるのが嫌だったかな。まあいいか。今日はですね、さゆの森カントリー一人予約なん、もう一回言っちゃったな。もう予約できました。でなんとですね、気軽にこう入ってったらですね、なんとメンバーさん3人の組に入ってしまいました。そしてですね、まさかの3人とも、シングルさん、ハンデ8と9と多分もう一人の方も9なのかな。いやー、激うまでございました。これ入ってねえのかな。ですね、まあで今日まあ一人予約で来たんで、まあ、前回ね、某 K さんと某 S さんと、某 K さんのお友達の、4人で年末来た時にね、まあ、調子こいてブルーティーで回って、もう、なんだスプーンと。まあ、ユーティリティとウェッジとパターしか使わないみたいなね、4本で回っちゃうんじゃねえかって言うんで、まあ、今日はね、白から回って、このコースを楽しもうかなと思ったらですねまさかのブルーティーに自然に行ってしまってっていう形でですね、これうっかり一人予約は危ないっすね。マジびっくりしました。ハンデ8の方とか、あのミッドアマとかも出るらしくてですね、80ヤード置いてかれてましたいやみんなもう全然距離が違うっていう、競技が違うわっていう、いやほんと迷惑かけちゃったなって感じでしたね。まあスコアの方でいくと、でも多分それでも3人とも調子悪くて、ハンデ9の人が85だったのかな、で8の人が86で、で僕が95打ちました。でもう一人の人はね、ハンデ多分分かんなかったんだよなって、でも多分、9か10かっていう感じの人で、96、その人にはね、まあ、その人いろいろトラブルがあったんで、まあ、上回ったんですけど、まあ僕もまあまあトラブル多くてですね、ダブルパーを2回やったのかな、パー4を8と、パー3を6を、やったのと、もう1回ぐらい取りやってんじゃなかったかな。いやボギーペースでバーディーは1個取れたんですけどね、もうほとんどパーオンしないですもん。
iPad でっていうような繰り返しができてればよかったんですけど、あのバンカーが2回ぐらいですね、もう立てないような位置に捕まったりとか、相変わらずパターが下手だな。パター何パットしたんだろうな。今日も 8.5 フィートだからそんなに速くなかったんですけど、それでもまあまあやっちゃいましたね。という感じでございました。まだねこれ今日ご飯付きじゃなかったんで、もうスルーで、で終わった後ちょっとバッティングとアプローチの練習を少しやって、で、まあ、お風呂をゆっくり入って、でお風呂もね貸し切りでございました。ちょっとね練習パッティンググリーンと、アプローチ練習場はちょうどこれからスタートするって人たちがいっぱいいて、ちょっとあんまりできないなって感じだったんで、やめて、でまあゆっくり風呂入って、風呂入って覗いたらそのハンデ8の人がですね、アプローチ練習場で練習してたんで、ちょっと